とりあえずルーラポイント。ガーゴイル怖えな。来ないでね。ルーラポイント設定。陥落の霊道アンテッドガーデン入り口。イエイ。ヨーヨー。ガーゴイル。あれ、エテが持ってんのガーゴイルじゃないの、あれ。あれ、何、何ゴイル？レアコイル？しないっす。ちょ、ドラゴン出そう。ドラゴンで一気に型をつけちゃおう。マイナス100。頼むぜドラゴンちゃん。やっちゃっておしまい。いいねいいねいいね。ワンターンで80、全体に80与える。わ、いいね。やっぱりドラゴンはいいね。いいね、ドラゴンはいいね。今のところこのドラゴンとしびれクラゲがレギュラーだな。エテの中のこのエテのモンスターズの紫の薄いうんこ。ブンドルはアンデッドガーデンの入り口に門を3つも作って鍵をかけやがった。鍵は陥落の霊堂にいる3人の手下が1つずつ持ってるみたいだぜ。持ってきたよ。もうちょっと裏裏の方回ってみよう。絶対お宝の匂いがする。腐った死体また捕まえてやるからちょっと待っとけ。アイテム、なんか裏手にあれがある。ジャンプ台、ジャンプ台のやつだ。特に宝らしきものはなかった。入ろう。ああ、こういうシステムね。下に落ちるシステム。ああ、なるほど。形に惑わされた。よし、はい、捨てた。汚いからね、汚いから。そういう骸骨が持ってた。ノチョーラ、ノチョーラのなんか尖ってるノチョーラ。シュッシュ、見られちまったシュ。お前か、ブンドルドア。ひょっとして人間、もしかしてエテカッシュ。エテカッシュ。お前のことはリアクター通信でエースから聞いてるっシュ。俺は超マッハ、好きなものは速いもの、嫌いなものは遅いものだっシュ。俺はレジスタンスがリアクターに残した伝説のプログラムを探してここに来たっシュ。でも、リアクターはブンドルドが独り占め、俺としたことが出遅れたっしゅ。なあ、えて、ブンドルドを倒しに行ったんだっしゅ。もしも、ブンドルドを倒してくれるなら、このガーデンの秘密を教えてやるっしゅ。おい、教えてください。やってくれるかっしゅ。会ったばかりだけど、信じてたっしゅ。それじゃあ、まず、あの石像を見るっしゅ。あれがガーデンの仕掛けの肝ダッシュ。何、肝ダッシュって。キモいダッシュ。キモいだし、ねえ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 っていう感じ。失礼。あの石像実は動かせるし、魔物たちが動かしているのを見たし、あの石像を正しい向きへと動かせばどうやら隠し扉が開くようなんだし。さあ、ガーデンの仕掛けを解いてブンドルドの元に乗り込むし。俺も謎解きに協力するから頑張ってくれし。はい、わかりました。敵は出るよね。これ敵かい？敵かい？エクスタシスマン、エンタシスマン、ガゴイル、倒せ。倒していこう。スカウトしていきたいな、どんどん。何？ギャンブルボディ、ギャンブルボディ持ちか！
いいね、ギャンブルボディ好きえて。まあけどギャンブルボディいいんだけどね、守備力が下がっちゃうっていうのがねあるからね。なんか言ってたけどどうしたらいいんだろう。こっちかな。あれはプリストナイト、これはスカルゴン、ここだろう。ん？謎？ん？ここが開くんだ。導きの三女神、かすかに空気の流れを感じる。宝箱、小さなメダル。ああプリストナイト、お前裏切りのプリストナイト。とりあえずこれ石像を動かして見るんだけど、時計回り、頭を使おう。あと1回ちょ待って、ちょっとあの、のちゅうら、シュッシュどこ行った。シュッシュ話しよう。シュッシュいないし、ちょ分からん。あ、いた。ヒントくれ、ヒント。ルールダッシュ。もう一回動かしちまったわ。もう目と目が、ああなるほどね。え、結構これむずくない？じゃあ動かす。時計回り、あ、反対向いちゃった。やり直し、元の向きに戻りました。これはじゃあこのままでいいわ。ってことは向こう、これを、でも簡単に、完全に反対向いちゃってんの。ミミックなんだろうどうせ。ダンスミミック欲しいんだけど、欲しいな。ちょっとちょっとスカウトしてみるか。いけるかな。100まで上げてどれぐらいのパーセンテージいくか試してみる価値はある。ドラゴンだけでどれぐらいいく。よし。ターンスミミック。行動早い。マフケボディ。行動早いわ。いいね。死の力。いいね。あ、これミミックじゃない。580。じゃあこれを、時計回り。あ、逆だ！しまった！ちょ、もう一回動かして。半時計、ここ半時計。で向こう向かす。あっち向いちゃった。で向こうはこっち向いてる？向かない。ってことは、ああ分かった。対角線だ。じゃあこれを、これ半時計。これいいんじゃない？どうすればいいと、どうすればいいとか、これ。難くないか？割と。プリストナイト。くれ！よし！にゃ！ヒントくれ！あ、わかった。ヒントあるな、ここに。左下の像を時計回りに動かしな。次は、続きは、左下の像を時計回り。わかりました。左下の像。これだよね。これを時計回りすると右向くから、どっかまだヒント隠されてるのかな。え、でなんか調べ、ジャンプしてよける。
フリストナイト倒す。捕まえたいけど、ちょ、1体残ったら捕まえよう。あ、けど、あ、いけそう、捕まえる。いいね、やっぱ焼けつく息は万能だね。うん、焼けつけ100で、命令じゃなくて入れ替えてキラーマシンにして、でスカウトしちゃえばいい。スカウトアタック、43 53 60まで持ってった。オッケー、プリッ、 HP 回復。プリストナイト見た目好きだわ。あ、けどこっちタンスしかなかったよね。左下を右下に動かしたってことは、じゃあ次は左上じゃない？こいつ邪魔、こいつ邪魔だな。捕まえちゃうか、捕まえちゃおう、せっかくだし捕まえる。 OK、 エンタシスマン、ギャンボにまれに守りの切り、うん、いいじゃんいいじゃん。で、どう考えてもここの階段が崩れてるってことは、左下を時計回りにして、で、このどう考えてもこっち行きづらいから、こっちをどうにか右かな、これ時計回り、どう？よし来た、かしこい。時間かかりすぎだと思う。わりかし時間かかりすぎだとは思う、うん、それは否めない、認めようね。27になってね、なんか掛け算がね、なんか掛け算を忘れつつあるよね、ちょっとね、うん、地下へと続く、はい、多分不意になんか7の段とか6の段とか言われたら、ちょっと時間かかるかもしれない、うん、また石像だ。これヒントないと無理だよね、正直。ヒント発見。こんにちは。ブンドルドは臆病者さ。この地下の牢屋に隠れちまったよ。で、また何か書いてあるっしゅ。一回よりルールが難しくなってる。はあ。石像3回動かし、目と目を合わせ、仕掛けを解け。3回ね。あ、なんだ、いたずら？いたずらモグラか。ちょ、先ヒント見よう、ヒント。ヒントと。ルーラ。3回か。で、ここ開くでしょ、絶対。絶対開くだろ、そう。最初は左上を解け。2回目は右下。ちょっと待って。得手の暗記力、信用できないぞ。左上時計、右下半時計。あんまり、あ、うるせえ、うるせえ、教えてくれ。これ、ちょ、どういうこと、どういうこと。左下時計、ちょっと待って、もう一回確認、左上時計、右下半時計、左上時計、こっちを時計回り、
っとけ。じゃあ右向く。で右下を半時計。ちょっとここうんこ痛いね。うん、ルキアって人が作った。甘えんなって言われたけど、右下を半時計。あ、いたずらモグラ。これを半時計回り。あと1回考えろ。これが、え、嘘、合ってんのこれ。みんな上向いちゃってるよ。あー、なるほどなるほどなるほど。27歳バカにすんなよ。俺2727伊達に長生きしてないからな。半時計。あ、よし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 。よかった。あ、ブンドルド、なんと隠し扉の扉が開いた。やっちまおうか。逃げる、逃げちゃった。もうそんな強くなったか。んー、じゃあちょっと軽くスカウトしちゃおうか。この城にいるやつ。よし、いたずらモグラ工事中。岩投げ発火、かまいたち水しぶき、アンカーナックル。いいね、アンカーナックルか。あとガーゴイル捕まえちゃおう。ちょっと待って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 。あー、いけるかいけるかいけるか。あー、待ってください、すいません、ちょっと待って待って。ガーゴイル、うん、風ブレイクか。いいね、強そう。バギー、バギーあるし。ちょっとメタスライム湧いてない？そうそう湧かないよな。そんなに湧いたらだってメタルの価値が下がるもんな。湧いてるじゃんけ。よし、ここはちょっと待って待って、ライドライドライドで、ちょ、一回試そう、一回試す。もしかしたら、もしかしたらスライムの、できればちょっとこっち向いてほしかったってのはある、うん、どうしようどうしようどうしよう。スカウトは無理だよな、スカウトは無理。作戦変更、特技使うな。ガンガン、いや特技使うな。命令、攻撃、攻撃。ナイスー、ナイス。殺せ。えーらえーら。やっぱプリストナイトちょっと強いな。25。経験値1197。まあけどヘルゴースト2回分だね。うん、そこまで美味しくないね。上がんない。仁王切り、もうちょっとで爆裂剣。ワンチャンスカウト狙った方が良かったかもな。
づいてくる近づいてくる。キラマに乗った瞬間近づいてくるようになっちゃった。じゃあ行こうか。